あ、こんにちは。夜中からすいません。大塚達也です。今日はですね、バイト先の平原くんを誘って、かなり強引に無理やり誘ってですね、エヴァンゲリオン、劇場版の Q をね、ようやく見に来たんですけど、感想言っていいですか。僕はですね、今までジョとハって見てきたんですけど、僕は Q が一番面白かったですね。その正直ね、俺ジョもハも結構微妙だったんですけど、 Q はね、何が良かったってね、こう話が何にもわからないのに面白いっていうね、そう、新しいタイプの映画でした。俺全然意味わかんなかったです、正直。前編通してでもすげえ面白かったんでね、みんなもよかったら見てみたらね、前編通してよくわかんないんだけどね、その面白いんだと。ギャグも結構冴えてるんですよ。で、俺もね、何箇所かね、結構笑っちゃいそうになるところもあってね。まあ、ただシュールすぎてみんなには分かんないかな、ああいうギャグたちはね。ただね、まあ、ギャグも冴えてたし、話も全然分かんないけど、すげえ面白かったんでね、結構おすすめですね。で、さらにね、この映画のやっぱ特徴としてはね、エンドロール流れてもやっぱ予告が流れるってみんな知ってるんでね、みんな席立たないんですよ。でね、エンドロール流れ終わってもみんなやっぱこう待っててね、予告っつってね、出るんでね、やっぱそれも見て帰ってきたんですけど、今回は結構良かったですね。俺は何の情報も知らなかったんで、そのまさかまさかの展開でね、途中ね、若干のその、まあ、これはちょっとネタバレになっちゃうんですけど、途中若干のボーイズラブがね、結構入ってたんで、それも僕は良かったです。皆さんもね、良かったら見てみてください。テルミジャーノー。